皆さん何されてましたか？寝転んでた。仕事お疲れ様です。お疲れ様です。大学お疲れ様です。お疲れ様です。ネット通販良き。カラコン大魔王ね、カラコン変えたんですけど、ちょっとナチュラルすぎない？毎日暑いけど体調大丈夫？今週は元気。もしかしてライブやったから元気になったのかな？元気だったのかな？今日は本当に宿題が終わっていなくて、もう本当においってやられるかもしれないので、やんないといけないのに、なんかちょっとやったらなんかゴロゴロしていい気持ちになってしまって、ゴロゴロしてしまって、もうやばくて時間がやばいです。なんで今日は電車でね。私って本当にね、焦らないんですよね。焦らないっていうのはそういうなんか冷静でとか、そういうなんかいい意味じゃなくて、本当になんか焦らないといけないのに焦らないんですよ。困ってて焦る方法ってありませんか？提出物とかも本当に、学校の提出物とかも怒られるまでやるし、やらないし、普通に。ありがとうございます。これおすすめです。微分積分とかやるんですか？やりませんよ。そんなわかると思いますか？私が高校野球、高校野球はね、最初の頃は見てた。まだやってますか？埼玉のね、試合は見てました。何の教科勉強するの？英語、日本史。今日埼玉、あ、そうなんですね。本当にバカな質問していいですか？あの縄文弥生みたいなやつを書いてってくれませんか？後で見返したいんですけど、もう調べるのすらもうなんかもう怠惰って感じ。宮古墳、飛鳥、奈良、平安、鎌倉。オッケー。感謝。え、黒え、終わった。どうしてこんな日焼け塗ってるのが黒いわけ、うん、しかもここまで隠れるアームカバーつけてるしね、普通に。
縄文弥生古墳アスカなら、アスカなら平安。助かる。デスクショとかできるっけ。ありがとうございました。なんか本当に疑問なんですけど、なんか中学でやる日本史と高校でやる日本史って同じ教科だってますか？なんか絶対頭に入ってこないんですけど、どういうこと？これは同じ教科のはずなんだけど。だからなんか自分がもう頭がバカになっちゃってるのかなっていう、そういうなんか気持ちになる。本当にさっき見たよね、このさっき見たよね、この用語っていう、そういう気持ちになる。いやもうテストも0点ですね。最近暑いからしょうがない。本当に暑い。今も日本史 B とか言う。え、そう、日本史 B じゃなくてね、今はね、日本史探究、歴史総合と日本史探究ね。ちなみに歴史総合なんてものはね、一個も覚えてません。え、何ですかそれはって感じ、普通にとなりますね。何ですか歴史総合ってっていう。なんで今はね、日本史 B とは言わないんですよ。でもまあね、やってることは同じなんですよ。そう、でも歴史総合って何まずちょっとクエスチョンがもうバカすぎる普通に。うん、浅草さんありがとうございます。浅草さんスクショしました。世界史は世界史別にあるの？そう、世界史多分探究あって、でも歴史総合は世界史内も入ってるけど、僕ちに聞かない方がいいか。え、日本史と世界史ってどっちが難しいんですか？おバカすぎるクエスチョン。でも本当にね、世界史とかね、あの触れたこともないですね。なんとも言えん。へえ。なんか世界史の方が難しいイメージがあるんですけど、どう思いますか？なんか
かでもどうなんでしょうね。でもなんか流れ感がより感じられるのはなんか世界史なのかな。まあでも私はねどっちもいいんですけど、でもなんか日本史を取ってた人がなんか世界史を学ばないといけない気がしたから世界史とお勉強し始めてますみたいな聞いたことがあって、えって。こんにちは。なんとかなんせややこしい。なるほどね。まあ宿題ちゃんとやろうという結末でした。結末倫理政治経済、逆にそっちに逃げる方がすごくないですか。それってなんかやばい鬼畜モードみたいなイメージあるんですけど。 ライティング、世界史やった方が大学とかで役に立つことが多い。だから学び直すっていうあれになるのかな。私それ聞いた時、すごいと思ったんですけども、実際そういう思考になってなる方もいらっしゃるんですかね。私おバカなのでわからないんですが。というわけでコスメの整理でもしていこうと思うくんです。苦手な人は大抵歴史ができないので政治経済の逃げ道になるのよ。なるほど。でも難しそうだけどな。最近ねちょっとメイクを変えてみたんですよ。なんかもう瞑想した結果、なんか一回ねアイシャドウで瞑想したんですよ。なんかもう何のアイシャドウ使ってもおかしいなと思って、じゃあもうアイシャドウの色を薄くすればもはやもうアイシャドウで悩むことはないんじゃないって思って、今日も好きです、ありがとう。私もだよ。今度は進学するの。今度はおバカだよ。アイシャドウのおすすめ教えて。なんだろう、で逆に教えてください。なんかね次のアイシャドウこそ、ま、成功するかもと思ってね、なんか買ってなんか失敗してって感じなんですけど、でなんか正解がわからない。もう午後乗り越えた連休です。頑張ってください。こんにちは、いらっしゃいませ。カモンカモンカモカモン、カモンもショップにカモカモン、カモンカモンカモカモン、カモンもショップにカモカモン。いい歌、あどうもです。これなんだっけ、あれミルモじゃない。これってミルモだっけ、この曲って。あれなんでこの曲知ってんだ。カモモショップ、あれカモモショップってはいカモモショップ、
モモショップ知ってる人いませんか？あれこれな、あれ明日のお話か、自然届けたいね、お願いお願いします。この以上で久しぶりに嬉しい、海をお届けします、お願い本当に。25の話から始めて嬉しい、ありがとう。浴衣楽しみすぎ、ちょっと今一生懸命家の浴衣探してるので少々お待ちください。まあ、少々お待ちしても必ず明日はやってくるから、私は頑張って探せばいいだけなんですけど、まあ、今日ねお家に帰って夜探したいと思います。これはもういいかな。カモモショップは見るもです。やっぱりありがとうございます。解決。カモモショップやっぱ見るもだったんだ。カモ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 モショップにカモカモ。明日ねー。ありがとうございます。もうほんとまあ仕方で、今日は天野にでもお話から画像作ってやるかってなった時でいいんですよ、本当に。全然もう順調に減っていってる。やっぱり多いな。話し会とサイン会当たりました、ありがとう。それは熱い、やばいやばいやばい。皆さん私なんかからの圧ね、迷惑になってしまわないかなということです。はい、リセット完了しました。私はねこのコスメパックを使ってるんですけど、これねすごくおすすめでしゅ。これ多分多分間違えたらあれだな、多分ねあの YouTuber のななこちゃんのあのムック本だったと思うんですけど、わーで合ってるかな。でもとにかくこの縦型がいいっていうことです。ASMRそう、これは閉まらないとかがないんですよ。なんかパンパンに詰めても頑張って閉めることが可能っていうところがいいなと思います。いいね、減らしたい。
か最近ね、私のなんか4つ目のおすすめ機能ってなんかもうおかしくなっちゃってるんですけど、ジュンキティさんありがとう。なんか最近ねついになんか有能なねおすすめが流れてきて、なんかほんと再生回数何千とか、でも何千ってめっちゃ再生されてるのはよくよく考えたら、いやでもなんか本当になんかもう何十万回とか行くべきであろう、もうめちゃくちゃすごいあのビートボックスが流れてきたんですよ。でなんか一時期すっごいビートボックスを聴いてた時があって、最近ねあの私の好きなあのビートボックスをなんか紹介している方がなんか YouTube をやめあの一回休止してしまったんですよ。そっからね少し離れてたんですけど、その方本当にちゃんとビートボックスをもう本当に本業としている方なので、そのお仕事に戻った。だから YouTube は一旦お休みみたいな感じになって、まあ私もじゃあお休みということであんまりね見なかったんですけど、急になんかねほらっと流れてきて、おビートボックスやと思って、めちゃくちゃうまくて、あのお風呂で撮ってたんですよ。まだビートボックスあるあるお風呂で撮るっていうあれなんですけど、えもう拍手普通に拍手した、もうスマホの前で、いいのしたんですけどちょっと名前忘れちゃったな。次紹介したいと思います。このタンやってみてこのタンやってみてって何、で私ねビートボックスは練習したことないんですけど、やっぱね結構あの腹話術を練習した時はありました。腹話術待機中って何？お話し会で腹話術の日やばいでしょ腹話術の日何？じゃあ腹話術の日にするか。そういう時に限ってすっごいもう大盛況とかになってしまったら大変だ。座ってビートボックスやるって何？もうシーンってなっちゃうから、普通にもうさなっちゃうからシーンって、見る線だから。私ほんとにねテナーサックスをいつかねやりたい。ドラムね、ドラムもいいね。本当に毎日眠いわ。なんか長く寝ればね寝ないっていうわけでもないし、コンタの連歌やったビートボックスの待ってそれは気になるかも。なんか対面とかでなんか隣からブツカツとか聞こえてきたらなんだなんだってね。夏休み充実してる。もう TIFF も出させていただいて、
サマステにもねさせていただいて、もう充実しすぎ。カワウソの動画わあいいな。私はね今日も今日撮ってね赤ちゃん動画、もうね本当にもうそれも拍手しちゃう、もう画面の前でかわいいって。さっき見たのはあのトーマスの服を保育園絶対に着ていきたいっていうね動画、したあとはなんかいっぱいお人形を並べてパンダのパンダボロおやすみみたいなやつ、かわいい、いい感じにしてよ。本当にかわいいんだからもう。もうねほっぺはもちもちだった、もちもちなほどいいですから。もうねたっぷりタプタプって感じがいい。でもね小粒くんもたっぷりタプタプほっぺたはずだったのにいつの間にか。ああ。たっぷりタプコちゃんだったのに、どうしてこうなってしまったんだ。つぶくんさ宿題してないよね、バレてるんだよ。今度の宿題は終わっていません。タッキーさんありがとう。でもなんか絵の宿題をやってましたね。でもなんか森を抜けた先にはみたいな絵を描いてたんですよ。でなんかその森を抜けた先になんか海が広がってるみたいなやつだったんですよ。でも私がそれを描くんだったら普通にねこう一人称視点で描こうと思うんですよ。抜けた先にこうバッて広がる感じと思うじゃないですか。でもね弟はもう俯瞰してなんかめっちゃドローンみたいな視点から描いてるんですよ。だからねそのもうなんかブワーって広がるっていうか、なんかもうこっちが森でこっちが海でみたいな、なんかもうあやとさんありがとう。もうねいやもう抜けなくても見えてんのよ海っていう感じなんですよ。いやその題名だったらもう見えちゃってんのよもう海が、もうさーって先見えてんのよっていう感じだから。ちょっとねまあいいんですけど芸術だから。でもなんか私もね小学校の時に絵のなんかタイトルが絶対なんか何か思い出せないんですけど絶対に譲れないタイトルがあって、大喧嘩ですねしましたね。本当にね、小粒くんはね地理においては将来有望ですね。やばいほど得意です。こういうとこ謙遜するべきなんだろうですけど、なんでだと思うんですけど、やばいです。国旗はねほぼ全部覚えてます。
そう、この間なんか図鑑をね父にね渡して、なんか適当に開いたページの国の首都を答えさせる問題を出してってなんか言ってました。ウケる。しかのこのこのここのたんたん流れてどういうこと？ご本家ってことですか？なんか私たまによくなんかマットの素材になってることがあるんですけど。ちょっと素材にしてもらえるよ。それもうね。バレちゃうね。でもあれとか素材なりで頑張る、なんかあのみたいな曲のやつわかりますか？コメント止まっちゃった。みんな反応しづらいから。わかんないですか？なんか背景がなんか絵みたいになってて、なんか休日の自分みたいな感じでなんかみたいなやつ。あら？わからん。あれ？なんかそのなんか切り抜きみたいな使ってなんかなんとかミームみたいなやつよ。音痴だからかな、伝わんないのか。絶対わかると思うんですけど、結構流れてくると思うんだけど、あれ。誰もわからないことなんてあるの？険しい面持ち。心配なもうち。ほっぺがおもち。
不安の面持ち。楽しい面持ち。これ何しようかな。いやスクショしちゃダメよ。これは何しようかな。緊張の面持ち。おっぺがお持ち。こんにちは。オープンがお持ち。ランキング読もうかな。来ます。13位たかひろさん、ありがとうございます。12位ともさん、ありがとうございます。11位おなかぽんぽんさん、ありがとうございます。10位ともやんさん、ありがとうございます。9位大地さん、ありがとうございます。8位かにちゃん、ありがとうございます。7位きょうさん、ありがとうございます。6位としのぶさん、ありがとうございます。5位そらさん、ありがとうございます。4位あやとさん、ありがとうございます。3位じゅんきちさん、ありがとうございます。2位浅草市さん、ありがとうございます。1位はたっきーさん、ありがとうございます。今までできなかった方を見てくださった方、ありがとうございます。ギフトくださった方もありがとうございます。というわけでお昼配信です。また見てください。では明日お会いしましょうね。